僕のクラスには学校一可愛いギャルがいる。それがさくらさん。てかさ、駅前のパンケーキ屋さん新作めっちゃ映えでやばない？あーね、つかあのホイップ山盛り一人で食えなくね。食った、余裕。ガチ？そっちのがやばすぎて草。それな。明るくてキラキラしてて、僕みたいなオタクな陰キャとは住む世界の違う人、そう思ってた。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、まずい、早くしないとアイスパの限定ライブ映像付き CD が。アイスパアイドリースパークルとはアイドル育成ゲームを中心とした一大声優コンテンツのこと。ゲームのみならず楽曲制作やテレビアニメの放送、果ては出演声優さんがアイドルキャラになりきって実際にライブを行ってたりもする。僕はそのファン、アイスパのマネージャーだった。はぁ、あ、はぁ、あ、おぉ、あ、ラブつぅ、うーわー、大丈夫？すんごいこけ方したけど、血は出てないっぽいね。え、さくらさん？あれ、ドークラの雨宮大輝くん？何に慌ててたのか知んないけど気をつけなよ。なんで校内一の美人ギャルがこんなとこ。そうだ、 CD 早くしない。え、待って、ラス1ゲットじゃん。うちめっちゃついてる、やっぱどう。ちょ、え、また本当大丈夫？さくらさん、なんでその CD は。てか顔上げなし、汚いじゃん。その CD はアイスパっていうさくらさんみたいに陽キャの人の金銭には触れないというか、かけらも興味を示さないコンテンツもので、そんな CD 何千円という支払いはコスパの面においても最悪と言わざるを得なく。めっちゃ早口でクソ。てかてか、アメミヤくん、うちアイスパマネージャー。嘘でしょ。ゴチゴチ。てかこれ知ってるって、もしかして。僕もマネージャーです。嘘、マジ、ウケる。知らなかった、言ってよ、ドークラなんだし。僕もまさかさくらさんがマネージャーだったとは。いや、マネージャーなら気づけし。ほら、髪、ネイル。髪もネイルも緑色。もしかしてリオン担当？そう。リオンとはアイスパに登場するアイドルキャラの一人。アイドルとして完璧であることを目指すクールかつストイックな女性で、アイスパマネージャーからの人気も高い。キャラごとに設定されている彼女のイメージカラーは緑。リオンガチ好きすぎてイメージカラー入れてみたの。本当に推しなんだ。つかマジでリオンヤバヤバのヤバじゃん。美女神だし、歌バカ馬だし、もう存在自体がヤバすぎ、しんど。何気に設定重めなのもエモすぎて無理って感じで、冷静にエグくない？わかる、シナリオも情緒揺さぶられちゃうよね。マジそれな。つうか雨宮くん、話めっちゃわかるじゃん。うちさ、周りにアイスパ好きな人誰もいなくて、一回マネージャーの集まりに行ったことあるんだけど、推し活の作法も知らないのかって言われちゃってさ。にわかおつ、にわかがうちらのリオン勝たんだし。オタクコンテンツに限らず少なからず起こる問題、それがにわかファンを嫌う風潮。僕の一番嫌いな行い。だからお願い、うちと推し活してくんない？つか雨宮くんとしたい。うん、僕でよければ。マジ？やった、ガチ嬉しい。つか思ったんだけど、今から雨宮くんち行くべ。ね、今から？そう、で CD についてる DVD 一緒に見るの。めっちゃ良きじゃん、うちって天才。いや、急にそんな。ダメ？いいです。よとー、大輝マジめっちゃ神で、下の名前リオン。リオン、ありがとうマネージャー。私ようやくここに立てたよ。リオン、愛してるぞリオン。リオンちゃん、はあ、リオンいい。あ、ごめん、一人で感動しちゃってつい癖で。まだ映像始まったばっかりなのに。無理。さくらさん、どうしたの、しっかりして。リオン出てくるじゃん、バカエモい名言言うじゃん、神曲のイントロ流れるじゃん。燃え尽きるよね。早くない？マジごめん、うちすぐ燃え尽きちゃうんだよね。こ
こう見えてめっちゃ感情に素直だから。あ、うん、だろうね。どう見てもそうにしか見えないよ。それじゃあ気を取り直してライブの続き流すよ。もち、次は気合い入れてみるし。やっとつかめた舞台、夢じゃないんだ。私は今ここにいる。うわー、リオン。また？気合を入れても結局こうなる。はあ、バカ楽しかった。あ、てかうちさ、大輝の担当聞いてなくない？確かに、すごい今更だけど。ねえねえ、大輝は誰担当なん？実は僕もリオン担当なんだ。だから。マジか、うち同担拒否だわ。うっそでしょ、この流れで。同担拒否、それはつまり同じ担当とは交流を持ちたくないということ。そっか、仲良くなれると思ったんだけど。え？リオン担当で同担拒否なんじゃ無理だよね。いやいや、なんで？仲良くしてほしいし。え、でも今同担拒否って。え？同担拒否って同じ担当なら拒否らずマブダチの略っしょ？解釈が変化系すぎる。違うよ、あれは同じ担当の人とは交流を拒否しますって意味。なな、もしかして他の同担の人にも。あー、 100% 言ってた顔だ。だからうち推し活ぼっちだったのか。マジ勉強になったわ。いろいろ教えてあげようか。作法ってそんなに気にしなくてもいいって思ってる派だけど、さくらさんが気持ちよく推し活できるようになるなら僕が。マジ神、うちめっちゃ気持ちよくなりたい。言い方大輝、マジでサンキュー。これからも同担同士よろ。僕のクラスには学校一可愛いギャル、さくらさんがいる。あーね。それな。そうだ、今日はソシャゲの新ガチャ10連だけ回そう。マネージャーと一緒に見たいんだ、トップアイドルの景色を。ん？やっちゃった。何今の音声。そう、エロい系とか。ねえねえ、学校なのにダメじゃん、そういうの。ごめん。さくらさんと絡めるとかシンプル裏山。でもきっかけはずくね。つか、そんなしたいならうちも我慢できないし、今日もたくさんしようね。うん。なに、どういう展開。ひなちゃんもしょんべん行くよ。陰キャぼっちの僕と陽キャギャルのさくらさん、交わるはずのなかった僕たちは今日、そしてこれからもたくさん。みんなありがとう。リオン神すぎ、マジリオンしか勝たん。わかるわかるよ、さくらさん。一緒に推し活をしていく。この後どうする。私さ、二人の推し活見てみたい。それめっちゃ良きじゃん。うん、絶対アニメに集中できない。うん、あのなんでこうなった。